はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。 PC88 のですね、英雄伝説2、これがパート22ですね、やっていきたいと思いますね。ちょっと前回よりね、レベルが1個ほど上がってますね。であと魔法もちょっとね強化してきました。でここファイトの街ですね。でかなり、楽になってきましたね。でシンディさんもレベルが上がっているんで、もうこれでフローラさんもレベル上がるでしょう、おそらくね。なのでね、もう楽になるんじゃないのかなと。こんな感じですね。6ポイント、6ポイントでまず賢さですね。で素晴らしさやっぱ欲しいのと、ですね、もう強さはいらないんでね、こんな感じでしょうかね。さあ、コルクスだっけ、コルクスでよかったかな、コルクスじゃないね、盗賊のね、盗賊がいる盗賊の町かな、あそこが潰されてたんで、あそこの次に行かないといけないのね、おそらくね。ほんとね、楽になってきたので、もう多分突っ込んでいけると思いますね。で突っ込んでる間ぐらいに、ひょっとしたらね、シンディさんレベル上がるんじゃないのっていうのが大方の予想ですね、私の方のね。そうですね、結構 RPG ってあれですね、この手の RPG って喋るネタがなかなかないですよね。もう出尽くしてねえ、それほどなんか激しくうろちょろするわけでもないんで、あれですよね。で結構同じ戦闘がね進むんでね、まあ、敵のこととかね話するのも同じことなんね、もうそんなネタないんでね。このバカラっていうのも飛ぶんでしょ、飛んだら痛いんでしょ、それぐらいかな。今なんか洞窟があったのかな、いや違ったのかな。であとあれですね、もうフローラさんがレジナ持ってたと思うんですけど、レジナを手に入れたので、アトラスさんとシンディさんに振って、フローラさんはもうパペピア専用ですね。レスは1個は持ってますけどもね。でアトラスさん、シンディさんがもう、レスで、レズがほとんどで、レジナとリーフを1個ずつっていうような感じですね。もうですからね、真ん中の2人はね、魔法で、まあ、イケイケみたいな感じでね、まあ、ランドさん攻撃魔法ばっかりっていう感じに合わせてるんですけどもね。あとまあシンディさんが入ってね、ランドさんももう力はねあまり強くしないでいいのと、なんです、もうランドさん運にはあんまり振らないかな、物理魔法がばっかりなんでね。でもそれだったら、いや物理魔法で多分ね最後のボスとかって効かないと思うんですよね。ただこのゲームね、物理魔法しか効かない、物理攻撃が効かない敵、あ物理魔法というか、まあ魔法しか効かない敵が出てくると、そういうランドさんが今持ってるの魔法が役に立つんでねっていうことも考えたら、どういう戦略でいけばいいのかなとね、感じがしなくてもないんですけどね。まあ自動の、まあこれはレベル上げの話ですけどね、自動のレベルアップ応答でもね、解けるんで、まあちょっと私の振り方間違えたらやばいかもしれないですけどね。まあとにかく、敵が多いです。敵が多い上に道が細いんでね、まあ道がね本当に細いと敵も入ってこれないんでね、休憩には持ってこれないんですけどもね。まあここら辺だったらなかなか来ないんじゃないかな、ですよね、1匹ぐらいしか来ないんで。まあ攻撃力はシンディさんだなね、アトラさん運頼みなんでね、もうアトラさんとフローラさんだけは運を上げていこうかなとね、すごく積極的に運を上げていく感じで、いっぱい来るな。
回復の方がねあんまり間に合わない。ランドーさん全然ダメだもんね。あのこう魔法がね回復の悪い魔法ばっかなんでね。攻撃魔法はね回復本当悪いんですよね。西に来たでしょ。南にも行けるような気がするんですよね。違ったかな。いや多いなこれ。ちょっと南先行ってみようかな。確か北行っても潰れてたでしょ。ただその上にコルクス、コルクスの元をコルクスがあった上に竜の卵があったと思う、うん、でその上に何かなかったかな。とか言ってる間にもあ、下ね、あ、捕まっちゃった。あ、一応ね、ちゃんとレジナ今かけましたね。誰がレジナかけたんだ。あれ、アトラスさんかけたのかな。アトラスさんのマジックパワーがなくなってるところがレジナの位置と違うような気がするんですけどね。ちょっと確認させてくださいね。あ、そっか、サイレス持ってるからか。で、これ南行くでしょ。南にも行けるんだよね。3に上がるのはそれほど大変じゃなさそうですね。14ぐらいまでサクサクっと上がってくれたらいいんですけど。あー敵が多いね。混乱合戦ですね。アトラスさん、シンディさん殴っちゃった30当たってたね。そうか、混乱直す、混乱を直す魔法ないのかい。あってもいいと思うんだけど。あーでもランドーさんが全然魔法間に合ってないね。ランドさんって結構腕力あるからね、あるのね。はいはいはい。うわいっぱい出てきてる。あれ弱い敵だよねこれね。あ敵弱くない。これちょっと弱い敵だよね。ね4ポイントしか入んないもん。これはダメだわ。おいしく、あーなんか待ってきた。ちょっと休憩。
はい、あ、コルクスはあるんだ。コルクスはあるのね。あれ、ああ違う違う、オフィスがある。あ、ほし、アホもあるわ。どうしよう。プアズはどこにするのね。どこにするのはいいな。試練と、試練と効かなそうな気がするね。あの、まあ、サイレントっていうかね、敵一体を沈黙させるんですけど、やっぱサイレスに比べたらね、効きはあるんで、まあサイレス 100% ですもんね。だって、ホーとオビスが欲しいな。で、まあ、とにかくね、あ、オビスいらんかったかな。フローラさんはね、もうホーばっかりにしたい。半分ホーにしたい。あ、なんでオビス買ったんだろう。なんでオビス買ったんだろう。あ、じゃあちょっと、あ、ランドさんじゃないや、フローラさんね。一応フローラさんもオビス持つか。ペピア、あー、オビス、うんね、あー、レスいらないかな。いや、でもレスはね、いざというの欲しいもんね。まあ、パペピアよく聞こえてね。ちょっとずつこれでいきましょうか。昔英雄たちの手で滅ぼされた悪神が復活したという噂を聞いたけど、本当なのかしら。ひょっとしてここに来たことあ、ない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 よね。これはワープの翼で見れば、え、ね、やっぱコルクス増えてますわ、ファイルからね。ちょっとここ初めてですね。ファンガスにいた盗賊たちはどこに行ってしまったんだろう。あれだけの人数だからみたい。ああ、そっか、ファンガスか。ずっと前の大地震で水晶の塔という歴史がある塔が倒れてしまったんだ。大統領を何とかして復元しようと思っているらしいんだと。ほい。で、うー、お役所仕事も疲れる。こうやって一日中ぼーっとしてなければならないんだもんな。こうやってぼーっとしててかれこれ20年になるかな。あー、この頃はまだあれなのかな。あー、公務員って、って、あ、まあ今でもそうかな。わかんないけど。兵士たちが出動するにはいろいろと手続きが必要なんだよ。あー、忙しい忙しい。ハンス大統領は国民の声を親身になって聞いてくれる、とてもいい大統領なのよ。だから今まで20年近くずっと大統領を務めているの。あ、これか。私が大統領のハンスですが、どちら様でしょうか。はじめまして、ファーレン王国の王子でアトラスと申します。なんと、セリオス王のご子息ですか。お目にかかれて光栄です。この人もあれですね。セリオスとね、絡みがあるんですね。てか、セリオスと一緒に旅してた、名前忘れましたけどね、誰だっけ、あ、ゲイルか。ゲイルの友達なんですよね。ところで、この危険な中、一体どのようなことでこちらにと。父がこちらに向かったと聞いたのですが、セリオス王なら、セリオス王ならか。確かにお見えになりましたが、あ、わかったわかった、どうせまた行き違いだって言うんだろう。まあ、実は私の幼なじみでセリオス王の知り合いでもあるゲイルという男がいるのです。ゲイルはファンガスの盗賊たちの頭の孫なのですが、霊の英雄の一人でもあるんです。そこでセリオス王は彼に会いに行くと言って出かけられたのですが、それっきりいくら経っても連絡が来ないのです。盗賊たちに会えば何かわかるかもしれないのですが、ファンガスの町はモンスターに襲われて盗賊たちの行方もわかりません。私も心配なので、なんとか行方がわからないものかと、私たちに調べさせて、いるのですが、未だにどちらの行方も。そうですか、父上だと。多分盗賊たちはどこかに隠れていると思うのですが、と。イセロハーサの中で共和制を取り入れているのはこのモレストンだけです。ちなみに私は20年間ずっとハンス大統領の補佐官を務めております。あー、ということは前回もいたのかな、覚えてないけど。じゃあ、ねえねえ、聞いてよ、セリオス様たちがドラゴンに乗ってここに来たんだ。その後またドラゴンに乗って飛んで行ってしまったんだけど、きっとあれはモンスター退治に行ったのよ。よかったわ、そこももう少し我慢すればまた平和になるのね、ということなんですね。うちのおばあちゃんって昔の話はよく知ってるのよ。おかげで私もいろいろな話を覚えちゃったわ、と。あ、ジーラ。ジーラ言いましたね。もお前さんがあとは旅人じゃない、いい話を聞かせてやろう。女神フレイヤ様はその昔我々の祖先を悪神の闇の力から救い出し、この地の道を導き下されたのじゃ。そして祖先に言葉を与え、多くの知恵を授けてくださった。フレイヤ様は我々人間全ての偉大な母にあたるお方なのだよ。どうじゃな、感動したか。まあそんなに感動というのはないですけどもね。
あ、もうこれで街は全部ですね。じゃあ、あね、上かな。あ、いい時間になっちゃいましたね。でもほとんど敵弱いな。あ、これは普通か。あ、でもこれも多分弱いよね。パペピア行くか。あ、おう、すいません。ほうね、ほう聞きますもんね。眠っちゃうとね、確か会心の一撃なんですよね。会心の一撃が出るんですよね。まあ、ウィザードリーとかでもそうですよね。まあ、というわけで時間良くなりましたので、ちょっととりあえず、この辺で終わっておきたいと思います。PC88 の L 伝説2ですね。パート22終わっておきます。どうもありがとうございました。